どうも、ひさです。今回は DIY 完成後、どうしても車中泊キャンプがしたくって、新十津川町にある吉野公園キャンプ場に行ってきた初夏の動画となります。もうだいぶ経ってしまったんですけど、今年はなんか出張が多かったり、娘の体調が優れなかったり、月のうち3分の1は家を空けるような日々で、なかなか思うようにキャンプに行けませんでした。動画の編集もね、なかなかできなくて溜まっていて、かなり季節外れですいません。せっかく撮ったので遅くなりましたが、アップしたいと思います。ここ吉野公園キャンプ場は1張500円というコスパの良さもあって、たくさんの方が来ていました。お子様連れのファミリーキャンプが多かったですね。天気もとても良くて、すっごく暑い日でした。タップを張って日陰を作り、そうめんをいただきました。お昼ですね。キャンプ場前の道路を挟んで向かいに温泉があって、小さいんですけど、なんと300円で入浴ができるんです。夜ね、6時ごろ利用させていただきましたが、貸し切りで本当にゆっくりとくつろぐことができました。今年の夏は暑かったですよね。もうそうめんばっかり食べてました。あんま良くないとは思うんですけど、まあ、その割には痩せないんですが、何にもしたくなくて。キャンプに来たら結構料理するのも楽しみの一つでしてるんですけど、この日はもう手抜きでしたね。あんまり暑くってやっぱり飲みたいですよね。冷たいもので体を冷やしたいなと思って、この後まだ日中ですが、ビールを飲むことにしました。外のね、風の音とか川の音とかも聞こえるんですけど、なんか皆さんの楽しそうな笑い声とか、お子さんのキャッキャ言って走り回ってる声とか、これがね、またね、癒されるんですよね。子供は可愛いですよね。そんな困難でゆっくりしてるうちに夕方になってきたので、今日のメニューはフライパンで焼ける焼き鳥、酒のつまみですね。それにホットドッグですね。温めるだけで簡単ですが、作っていきたいと思います。
て飲んでばっかりですね。早めに夕食を済ませて温泉でゆっくりしていきたいと思います。トイレもすごい綺麗でした。洋式が2つあって水洗トイレです。トイレットペーパーもね、たくさん予備が置いてありました。夜はこんな感じ、レースのカーテンで虫除けをしつつ、室内の遮光カフェカーテンをしてしまえばしっかりプライベート空間が出来上がります。夜は Bluetooth イヤホンをして静かに映画を楽しみました。おはようございます。日が昇るとだんだん暑くなってきましたが、まだそよそよ風が入ってきて気持ちがいい朝でした。昨日は飲んでばっかりだったので、朝はしっかりお料理してご飯食べたいと思います。まずは炊飯。ギャレーがあるとね、朝起きたてのグダグダした感じで炊事場に行かなくても大丈夫なので便利ですよね。余ってたクリームシチューのルーがあったのでシチューを作ろうと思ったんですけど、ちょっと足りなかったですね。このね、クリームシチューのルーすごく美味しいんですよ。ソラチジンギスカンのタレの会社で作ってるやつなんですけど、ちょっと足りなかったのでコーンスープを付け足しました。これでね、結構美味しい感じになりました。0.55 だけど美味しく炊き上がりました。一緒に炊くときに温めていた親子丼のレトルトですね、それを乗っけていただきたいと思います。今日のメニューは親子丼と余り物のシチューです。
食後のコーヒーを楽しんでからお片付けして帰りたいなと思います。Google マップを見ていると帰り道に夫婦山冷水っていう湧き水が取れるところがあるので帰りちょっと寄ってみたいなと思って山を走らせていったんですけど、これまたね山奥で車1台しか入れないようなところでなんかね怖いなと思いながら入ってったんですけど、昔はこの辺りに温泉があったみたいですね。ただね階段を登った上に湧き水があるみたいなんですが、お墓みたいなのがいっぱいあって、降りずにそのまま U ターンして帰ってきました。ちょっと怖いよね、誰かいたら上がるんだけど。